い、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、茨城県に来ております。そして、大洗パークホテルさんという宿に本日は宿泊しております。まずは概要欄 URL より前回の動画を見ていただけたら幸いです。チェックインして、館内の散策を軽くして仮眠をとって、そして今からですね、いつものように素泊まり宿泊ですので、歩いて夜ご飯を食べに行きたいと思います。ここからね、結構歩くんで、同じように素泊まり宿泊してそこまで歩いてる人が果たしているのかどうなのかわからないですけど、今から結構歩きます。では行ってきまーす。お、暑いかと思ったら少し肌寒いぐらいかもしれない。いやー、こっから遠いぞ。実は大洗水族館アクアワールドの目の前なんですよ、ホテルが。今日休館日みたいでかなり静かですけど、目の前なんですよ。水族館行った後にぜひ泊まってください。宿がこちらですね、大洗パークホテルさん、ほんと目の前。そしてですね、本日向かう飲食店がですね、もともと知っていて、気になっていたレストランですね、メヒコさん。メヒコさん、発音はちょっとわからないけど、ホテルの近くに飲食店、居酒屋さんは結構あったんですけどね、海鮮の居酒屋さんも多かったんですけど、普段あまり食べれないですね、メヒコさんにチャレンジしてみようかなと思いました。メヒコさんはフラミンゴが、店内で見れるということで有名なレストランですね。ただこの大洗店さんはフラミンゴじゃなくて、大きな水槽があるのかな。店舗によっていろいろ違うみたいですね。ここから約 1.3 キロ歩きます。いつもは1.3 キロとか 1.5 キロとか結構歩いてるんですけどね、居酒屋さんまでどっか泊まった時に。ここは景色がね、全然変わんないからすげえ遠く感じる。ずーっと左手海なんですよね。気持ちいいんですけど、景色変わらないとやはり遠く感じるわ。海いいね。天気あんまり良くないけど落ち着くわ。あー、これ天気良かったら暑すぎて歩くのきつかったろうな。駐車場広すぎだろこれ。これ別にあれか、あー、水族館の駐車場ってわけじゃないのか、公園の駐車場か。あと5分ぐらいかな。着きました、シーフードレストランメヒコさん。ちょうどヘリコプターが来やがって、うるさい。こっちの建物はおそらくやってないっぽいですね。もう一個建物あるみたいなんで、そっち行ってみまーす。ヘリコプターお願いしまーす。静か。店内入りました。大きな水槽が目の前ですけど、光の反射で全く見えません。後でもう少し近づいて撮ってみます。まずはこれですかね、やはり伝統のカニピラフ。これはテレビで何回も見たことあります。窓際の席の景色ですね。今日はあいにくの曇りであんまり見えないね。お魚さんが泳いでます。反射してね、ほんと取りづれんだよね。うわー、これ近くで見れるなんて家族連れ大喜びよ。これ結構混んでますよ。そしてThank you.
ビール来たー、乾杯。ソフトシュリンプの唐揚げとカニ味噌コーラケースね。さすがに身が大きくてプリプリでうまいですね。カニ味噌も美味しいわ、さすがですね。きたー、カニピラフ、これはうまそうだよ。あのむき身と殻付き選べるんですけど、めんどくさかったんでむき身にしました。いただきます。美味しいっすね。これが噂のカニピラフですか。うまいわ、カニの身たっぷりで美味しいっす、マジで。この子がね、ずーっとさっきから羨ましそうにこっちを見てるんですよ。食べたいのかな、ご飯。一口あげてみようか。あ、お腹空いてそうだ。やっぱりサメみたいな、いるよサメみたいな。おお、元気だ元気だ元気だよ元気だよ。またこの子が定位置に来た。そしてまたいじめられる。毎回ね、同じやつにいじめられるんでね、この黒い魚と。ほらほら、やめてきれ。追加でカニのクリームチーズを頼みました。これうまいわ、最初に頼むべきだった。ごちそうさまでした。うまかったですよ、メヒコさん。決してあの安いわけではないので、あの飲みに行くっていう感じのお店ではないかもしれないんですけどね。ただ扱っている素材なんで、それにしてみたら結構リーズナブルな値段で美味しく、いただけるのかなと思いましたね。いや、フラミンゴもぜひ見てみたいなと思いましたよ。マジで行ってみたいわ。というわけで、こっからまた20分に追加、15分20分かけて歩いて戻ります。暗くなる前に戻りたいね。食後にこの海沿いを歩いて帰れるっていうのは贅沢かもしれないですね。気持ちいいわ、涼しいし。あえて駐車場に設置されている自動販売機で飲み物を買うという行動、いかがでしょうか。風情を感じませんか。朝食用ですね。タバコを吸うつもりなかったけど、あえてホテルの喫煙所でタバコを吸うという行為、どうですか。風情を感じませんか。部屋戻ってきました。もう少しゆっくりしてから大浴場行ってこようかな。この時間なら空いてるでしょ。もう潮風と汗でベタベタですよ、体が。温泉入ってきました。マジで気持ちよかったな。サウナもなんかあったみたいで、サウナも楽しんでしまいましたね。また貸し切り状態でした。サウナに入ってる最中に、あの年配の方が一人入ってきて、あの俺がいないものだと思っていたのか分かんないですけど、あーすげえ気持ちよさそうにしてて微笑ましくなりましたね。じゃあこっからやっとゆっくりできますね。ゆっくりしてたら眠気も出てきてしまいましたので、いつものように晩酌をして寝たいと思います。アイスペールもね置いてあるんですよ。氷もしっかり、素晴らしいですね。それではおやすみなさい。おはようございます。
現在朝7時です。もう熟睡爆睡でございました。そして朝日が眩しすぎて海見えてるのかなこれ、温泉入りに行って、朝食食べます。温泉入ってきました。貸し切りでしたね。またね、もう素晴らしかったです。一気に目が覚めました。そしてやはり部屋から景色見れるっていいね。もう朝起きた時の気持ちよさが違いすぎますわ。それでは朝食いただきます。今日の朝食、濃厚クラムチャウダーと昨日駐車場の自販機で買ったミニツメイドのジュースですね。そしてバームクーヘン持ってきました。いただきます。ごちそうさまでした。いつもよりゆっくりと過ごしてますね。もう8時前になってしまった。あとは少しゆっくりしてチェックアウトですね。出発します。ありがとうございました。チェックアウトします。いかがでしたでしょうか、大洗パークホテルさん。部屋も広くて海も見えて、ビールがウェルカムドリンクで飲めて、さらに温泉も入れるというかなりコスパの良いホテルでしたね。観光スポットも周りにたくさんあるので、このホテルを拠点にして観光を楽しむのもすごく良いのではないでしょうか。大洗は何度も来たことがありましたが、初めて宿泊してみましたが、また新鮮に感じましたね。やはり日帰りと宿泊では全然気分が違いますね。この後は金福の明太パークに行って明太子でも買って帰ります。皆様ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。ようこそ明太パークへ。フードコートまだやってない。今9時過ぎなんですよ。明太子、ほぼ無料みたいなもんですね、クーポンのおかげで。